林外相の訪中批判自民党佐藤正久自民党の佐藤正久外交部会長が24日に自民党の会議において中国政府が林外務大臣の訪中を要請している問題について次のような発言をいたしました先週中国海軍の官邸が日本の領海に侵入したいろいろな挑発行為が繰り返される中での侵入は完璧な C 行為だ この時期の外務大臣の訪中は慎重の上にも慎重を期していただきたい。欧米諸国で首脳レベルで北京東京オリンピックの開会式の外交的ボーイコットが議論されている中で日本の外務大臣の訪中は完璧に間違ったメッセージを海外に出すことに他ならないとなっておりまして。まあ、こちらおっしゃる通りでございまして まあ現状新たに放水問題も浮上しており、まあ、例えば中国側を日本に呼びつけて様々な問題について事情聴取を行うのであればまだしも放中はありえないでしょう。まあ、この中国政府、中国共産党が様々な問題を引き起こしている中で、日本が中国寄りであると海外に誤解されてしまいますと、国民の利益、国益を大きく 損なうものと思われますので、日本政府として中国政府には可能な限り厳しい対応を取っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。